はい、つけ麺作ります。今日はまとおまけつけ麺を作ります。まとおまけとは俗に言う魚介豚骨なんですが、これはおそらく作り手と食べ手の行き違いから生まれたネガティブな意味合いの言葉となっております。そこから見えるラーメン業界の全体像が見えてきました。皆さんこんばんは、こちらはオチメン TV です。明日からクリスマスということですが、皆さん考えてみましょう。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
的おまけつけ麺の完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいです。今回的おまけということで作りましたが、だいぶセオリーとは離れたこだわりの部分として、あまり喉出さないっていうのと、あと麺めちゃ太いっていうスタイルは、これ実は武蔵野うどんスタイルなんですよね。まあ、このように魚介つけ麺を作ってるお店っていうのは、お店によってこだわってる部分があるはずなんですが、なかなかそれがお客さんに伝わりづらい、ちょっと悲しい部分も確かにあるなとは思います。まあ、大きく2つ原因が見えてて、まずはいろんな材料をこうやってガンガン入れることで、まあ、タレも砂糖にお酢、唐辛子、うまみ調味料っていうことで、なんていうの、絵の具みたいな、絵の具もいろんな色入れたら黒くなる、まあ、あれにちょっと似てるのかなと思います。まあ、それともう一つがですね、実は食べ物としての立ち位置がふわっとしてるのかなと思います。和食なのか中華なのか、まあ、ただどちらかというと魚介煮干しとか入ってるから和食かなみたいな、とはいえまだ感覚的に違うよなって思うので、うまいけど日本人の DNA 的にまだ新しい食べ物っていうのはあると思います。まあ、これが料理としてつけ麺目線の話で、あとは広める側の原因としては、まあ、人間の部分ですね。やはり SNS にラーメン載せることの多い方っていうのは、その分この手の魚介つけ麺とか、まあ、ラーメンもそうだけどいっぱい食べると思うんですよね。そうなった時に、あ、またこの魚介つけ麺かってなる頻度が多いと思うんですけど、平均的な頻度でラーメン屋行ってる方は多分そう思ってないと思います。要するに的おまけと思ってるのは、一部のラーメンか、まあ、つけ麺マニアの方かなと思います。とはいえつけ麺のバリエーションっていうのはラーメンに比べると目立たないのは、そもそもつけ麺のマーケット自体がラーメンに比べて小さいのに、まあ、いろんな、そうやってこう、まあ、いろんな専門つけ麺屋作っても多分売れないと思うんですよね。まあ、その中で魚介つけ麺っていうのは、まあ、ニーズがあるので、お店側としては魚介つけ麺の中で勝負するのはしょうがないと思います。まあ、要はみんなが SNS とかラーメンブログに書く人ぐらいのラーメン食べる頻度なら、もっとつけ麺のバリエーションもあったと思いますけど、まあそれ無理ですからね。まあ、なのでこれはお店側もお客さん側も考えなくていい案件だと思います。やはり需要と供給のバランスってありますからね。これまで通り需要と供給、自然のバランスでいいと思いました。まあ、なのでこうネガティブな表現だったりではなく、ポジティブな感じでこうラーメン業界の全体の限定ラーメンの課題みたいな感じでこう一個あればブームになると思うんで、そういうの、まあ、ちょっと難しいと思うんですけど、なんかあればいいですよね。なんとか系みたいな、それは食べる側の宿題なのかなと思います。はい、まあ、ちょっと分かりづらかったかもしれませんが、はい、以上です。あ、メリークリスマス明日ですかね。はい、以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとサブチャンネルオチメン TV のご飯の方もよろしくお願いします。それではまた。